ちち、どうも、サグワです。今日はっすね、これね、タトゥーとか入れたりとかしてて、事務所の方々にこう言われてるんですよ。顔にはタトゥー入れないでねって。今日、入れます。タトゥーシールを買ってきました。このタトゥーシールをこうやって顔に入れて、カイト君に顔にタトゥー入れたんだよねって言ったらどんな反応をするかをね、見ていこうと思います。俺が入れたいやつはこの大きいのをおでこ、そしてこのちっちゃいなんかダイヤみたいなのをここに入れようかなと思います。ここに貼るとびっくりするぞ。多分もういけると思う。勝手にずれたわ。ずるって横にずらして、お、は、いて、ちょっと、ずれてる、ずれてる、ずれてるよ。バレそうだな。クエリバンサベージみたいになってるもん。ちっちゃいのも入れてみようか。取れた取れた取れた。あ、これはいいんじゃない。リアルリアル。はい、こんな感じですね。このおでこのがバレそう、なんかけど、まあいけるか。一回カイト君にドッキリ仕掛ける前に電話越しで誰かに伝えたいと思います。見える？何それ、何それ。いや、入れたんだよ俺。マジ？うん、やば、いいな顔。これも、これも、これも入れた。本当に？いや、それはやっぱバレちゃう。まあ、ビデオならわからなくもない、正直。けど、これちょっとやばいよね。これがいかんっすね。行きましょうか。バレちゃうな。また鍵閉めてる。おはようございます。ちょっと報告があるんだけど。どうした？顔にタトゥー入れた。ん？ん？顔にタトゥー入れてきた、さっき。ん？やば。いや、まあ、いや、僕からでも騙されるの。僕から騙されるの。なんすか、なんすか。いや、それ絶対ペン。ん？絶対ペン。触ってみ。いや、短いスパンで、ね、いっぱいあるからね。そう、タトゥーシールよ。シールなの。そっちにびっくり。この十字架がやっぱ嘘っぽさが出る。そうやね。ちょっとこれは外すじゃん。うん、くそ、騙されろよ。わ、心配しろよ。おでこのせいでバレちゃったから、おでこ消してちょっと夕方ぐらいまで待つか、親方起きるの。これだとちょっと多分リアルだよね。リアルリアル。うん、欲張っちったわ、ちょっと俺。うん、この目の下だけだったらリアルか。20日本当に来るの？え、あの音玉、まあ、目入れたか。そう。え？今日入れたんだよ。え？え？今日入れに行ったの。え？うん、俺事務所にクソ止められたんだよ。そう、俺もクソ止められたよ。分かった。うん。タトゥー入れんだよ。もしも顔にタトゥー入れたらどんな反応するかなと思って。ビビるよ。めっちゃビビったよ。だって俺がやりたかったんだ。そこまでしちゃったと思って。なんて声かければいいかなって感じだった。そうそう、僕らで会ってほしいと全然騙されるね。騙される。めっちゃ騙された。嘘。うん。え、俺事務所にめっちゃ止められたよって。次回の動画も